皆さんこんにちは、デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道平です。歯科衛生士の森田です。今回の今さら聞けない歯科知識コーナーとして、科学第9子の解剖学と SRP の際のポイントについて教えてくださいというこちらのご質問をいただいております。森田先生、いかがでしょうか。はい、科学第9子は舌があったり非常に SRP 難しい場所だと思いますので、しっかりとですね、解剖学的な特徴を捉えて SRP を行っていただきたいと思いますので、まずは模型を用いてご説明させていただきます。では科学第9子の解剖学的特徴についてお話をさせていただきます。でまずですね、根の数なんですけども、根の数は2根か3根になってます。で科学の6番に関してはこの遠心根が2根に分岐していることもあります。でそしてですね、6番と7番の根分岐部の位置についてご説明したいんですけども、根分岐部の位置なんですが、6番よりも7番の方が根分岐部の位置が低くなっていることの方が多いです。低いということはこのルートトランクが長いといった特徴があります。なので、まあ、6番の方が根分岐部の方位置が高い位置にある可能性があるので、まあ、根分岐部病変にもなりやすいんだなという意識で SRP を行ってみてください。そしてですね、この7番のこの胸側部分、ここの角化歯肉というのは皆さんも意識的に見ていただくと分かると思うんですけども、角化歯肉の幅が狭いことが多いです。で狭いとどういうことが起こるかといいますと、まあ、ブラッシングの時に痛みを伴ってこうプラークが残りやすくなったりしますので、まあ、ちょっとブラッシングの時奥の方を当てると痛いというふうにおっしゃっている方は、角化歯肉があるかどうかっていうのもしっかりと確認をしてみてください。そして科学第9子部の特徴といたしましては、エナメルプロジェクションの発現頻度が高くなります。エナメルプロジェクション、復習になるんですけども、エナメルプロジェクションというのはエナメル質がこの根分岐部まで伸びている状態のことをエナメルプロジェクションといいます。でこのように伸びていますと、ここの根分岐部病変にもなりやすくなりますので、そのあたりも注意しながら行ってみてください。でエナメルプロジェクションあるかどうかというのは、探知をした時にですね、このように探知をしていった時にここだけつるっとした感覚がありますので、探知の際にも分かりますし、拡大鏡を使っている方でしたらポケット内部をエアーでかけていただいても確認することが可能だと思います。で7番なんですけども、7番の7番の根の特徴といたしましては、腿状根であったり、あとは単根である可能性もありますので、そのあたりも確認をしてみてください。で7番の方が6番よりもこの根の理解度は狭くなる傾向があります。そしてあと7番の遠心部分ですね、7番の遠心部分は8番をエキスとしたケース、あるいは8番の埋伏があるケースというのは、この7番の遠心部分に深いポケットが残っていることがあります。で深いポケットが残っているかどうかはポケット の歯周組織検査の時にしっかり確認していただきたいんですが、 SRP を行う際にこのレギュラーのブレードのものを垂直方向にこう挿入していただいて、横にストロークをしていただくと歯石は取りやすいかと思います。森田先生、分かりやすい動画ありがとうございました。動画にあったエナメルプロジェクションなんですけれども、なぜあると根分岐部病変が発生しやすくなるのでしょうか。はい、エナメルプロジェクションのところっていうのはエナメル質がずっと根分岐部まで来てる状態なんですけども、エナメル質と歯肉っていうのは付着しませんので、まあ、付着がもうない状態のところに細菌が入り込んで根分岐部のところまで細菌が及んで根分岐部病変が起こりやすいといった状態になりますので、まあ、そのあたりもちょっと知識として知っておいてください。ありがとうございます。皆さんぜひ明日からの臨床にお役立てください。また動画にありましたルートトランクにつきましては以前動画でアップしておりますので、そちらもよかったらご覧ください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。これからも森田先生と一緒に皆様のご質問にお答えしていきたいと思います。またこの動画が良かったなと思われる方、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。